こんにちは、リリーです。さて今回なんですけれども、こちらね、持ち歩き用に使っている M5 手帳のビタリータちゃん、こちらをね、今回カバコヤオリジナルにジャケットをチェンジしていこうと思います。よろしければ最後までご覧ください。それではね、ゆるくお話ししながらちょっとね、ジャケットを変えていきたいと思うんですけど、今回ね、これジャケットを変えようって思った理由なんですけど、もうめちゃくちゃシンプルで、革小屋ちゃんを使いたいって思ったからです。この革小屋ちゃんっていうのは、なんかコーヒーとか紅茶とかのなんかログというか、こういう感じでね、使っていたんですけど、なんかね、これをなんかやる気があった時は良かったんですけど、全然書かなくなっちゃって、そう、一応ね、なんか写真だけ貼って、でなんか飲んだらなんか書こうと思ってたんですけど、なんかね、最近あんまりできてなくてっていうのもあって、ちょっとね、あんまり使えていなかったんですけど、まあそれでもね、やっぱりちょっとこの革小屋ちゃんを持ち歩きのメインとして使いたいなっていう風な気持ちがすごい湧いてきたんですよ。なんかもりもりと湧いてきたので、まあなので、まあ変えようかなという、そういうね、シンプルなお話です。それでね、なんかこのビタリータちゃんがなんか嫌とかそういうことでは全然なくて、これはこれでね、やっぱりこのノートタイプっていうところで、こうパッとね、開いて中身が見えるっていうのと、やっぱりこのね、ノートタイプでコンパクトに持ち歩けるっていうところ、あとはね、革が柔らかくてね、なんかすべすべですごいいいなっていうね、好きなところもめっちゃあるんですけど、それでもなんかね、革小屋ちゃんのね、なんか魔力というか、なんかね、すごい使ってくれみたいな、そういうのを感じてね、あ、ほな使うかと思って今回ね、変えていきます。それで中身もちょっとね、見直していけたらいいのかなって、この機会にね、思ってはいるんですけど、とりあえず全部抜くか、池の水全部抜くみたいなさ、勢いで手帳のリフィル全部抜くっていう作戦をやっていこうと思います。そうやね、とりあえずまあリフィルだけでなく、さまざまな何かが入っているわけです、こういうなんかちっちゃい手帳とか。ああ、これはなんでここに入れとったんかちょっとわからんけど、このままでいいか。はい、ということでね、すっからかんになりましたね。こんな薄かったんやね。なんか中にね、いっぱい挟んでたら結構なんかね、厚みがあったんですけど、そうじゃなければやっぱりね、リンゴが11ミリっていうこともあるので薄いです。そして軽いということで、まあちょっとお休みいただきましょう。そしてこちらもね、一応ほやね、全部一回抜きます。とりあえずこのなんかコーヒーログみたいなのは、まあ一回お休みっていう感じになるので、ちょっとね、まあまた別の手帳にでも挟んでおこうかなと思うんですが、はい、こちらもね、一通り抜いてみました。これもね、手に入れてからもう数ヶ月経つんですが、一回ね、お手入れしたんですよ。アシュフォードさんのお手入れセットみたいなので、こうクリーム塗ったりとかブラシかけたりとかっていうので、ちょっとね、させていただきましたが、ほやね、まあでもやっぱりこれもなんかもっと、なんて言うんだろう、メインで使っていくとよりね、経年変化も進んでくるのかなって思います。そしてね、この内側のね、この革、このね、雰囲気っていうのもすごい好きなので、ちょっとね、こう開いた時に、あ、いいなって思うのと、結構ね、やっぱり革の香りが強かったりとかもするので、そういったところもね、楽しんでいけたらなと思っています。ということで、一応ここにね、また入れていこうかなと思うんですけど、本屋ね、どうしよう。一番前のリフターというか、なんかディバイダーが、これね、筆豆女子で買った黄色のアクセさんの革の、このなんかリフィルみたいなの、これをね、入れていまして、これがね、なんかかっこいいんですよね。まあでも、馬も気に入ってるので、これもね、入れたいなって思うし、こう、革の色とこの馬の感じっていうのが、すごい合うなって思うので、これはね、まあそのまま入れておきたいなっていうのと、あとこれ、ハリー・ポッターのメモ、この前ね、なんか別の動画でご紹介したと思うんですけど、入れていて、で、これはなんか娘の、なんか調理実習があるらしくて、その1月末に。
その時になんかエプロンとか持っていくっていうのを幼稚園でメモしたんですけど、これはねもう準備ができたのでちょっと外させていただきまして、ここにじゃあそのままさせていこうかなと思います。そう、なんかね一言メモしたいとかちょっと書きたいなみたいな、そういう時にはねこういうちっちゃいメモを使うことが多いです。それから馬をここに入れましょう。それでねこれはね今回外しとこうかなと思うんですけど、これはウィークリーのリフィルなんです。ただちょっとなんかね変わってまして、日付の部分っていうのがこれ火曜日は土曜日、そして水曜日は日曜日という風になっています。ひっくり返すとウィークリープランは木曜日、月曜日、おは金曜日となっていまして、この対応するところにチェックを入れて使うっていう風になってます。ただ持ち歩きの手帳っていうのは毎日ね取り出すっていうものでも実はなくて、それこそ買い物に行った時とかにこうなんて言うんですかね、ちょっと買おうと思ってたものを見たりとか、あとはなんかカフェに行った時に開いたりとか、そういう感じが多いので、なんか毎日開いてこう習慣の予定を書いていくみたいなのはもうミニ録でやっちゃってるので外そうと思いました。そしてこのね手帳のメインと言っても過言ではないのがこちらリーガルメモパッド、ノックスさんのものなんですけど、ここにねこういう線が入っているので、こっち側に例えば日付とかそのカテゴリーのタイトルみたいなそういうものを書いて、そしてこっち側にねいろいろ書いていったりとか、そして何かを書いた後にちょっとまあメモというか追記みたいな感じでね書くこともできて、すごく便利に使えています。こちらをねメインで使っているのでちょっと補充したいと思います。はい、こちらですね補充していきます。まあ結構ね本当にこれがメインという感じなのでもうドーンと入れとこうと思います。それからこれねこの前作ったディバイダー、それとこれねカフェの記録です。これに関しては以前までねこの川小屋ちゃんに入れていた方のリフィルで、こちらですねカフェの記録を入れていましたので、こちらねちょっと以前の分もカフェの記録を足しておこうと思います。それでカフェの記録に使っているのがこのね長橋印刷さんのいい加減リフィルなんですけど、このね茶色の経線のものっていうのが好きです。このねなんか茶色の色合いっていうのもコーヒーとか紅茶の色合いですし、そして何よりもねこのゆるい方眼っていうのが個人的にすごく気に入っています。ただねこのね茶色のこの方眼っていうのがちょっといっぱい使っちゃってもうほぼなくなってるので、他の色のものとか、あとはなんか以前作ったちょっと可愛いリフィル、これもね入れておこうと思います。そして欲しいものリスト、これもね手帳関係、文房具、あとはいい加減リフィルのね注文したいもの、それと憧れている手帳たち、そして読んでる本リスト、あとはなんかそうキッチンのストック類とかですか、これどうしよっかなと思って、キッチンのストック類とかはちょっとM6 の方でまたいろいろね考えたいかなと思うのでちょっと外させていただくのと、あとはね手帳も本やね、ちょっとこの辺はサントシャベルちゃんとかは欲しいは欲しいですが、ちょっと一旦外しておきまして、普段の買い物の時に使えるような感じでね持っておこうと思いました。それからこちらはね子供のことだったり、あとは緊急連絡先が入っているのでこれもここに入れます。そしてなんかね細々としたシールたち、これもね入れておきたいので入れるのと、あとはこちらのね川小屋ちゃんのリングっていうのがかなりしっかりしているものでして、ちょっとねリフィルによってはこの穴が小さいものとかだとここにね通そうとしてもなかなか、あこれは通ったので入れときましょうか、じゃあこれは入れるとして、これがね入らなかったんですよ。この何だろう、何がダメなのかちょっとわかんないんですけど、穴の位置なのか大きさなのか、ちょっとねなんかうまく入らなかったりしたものもあったので、ちょっとね入るものだけ入れていこうかなという感じで使っていきたいです。そしてねこのね
付箋置き場にしていたものも、ちょっとね、穴が小さくて入らなかったんですが、こちら以前作ったもので、これね、ここ付箋を貼ってあるもの、こちらはね、穴が大きいので作ってあるので、これはね、入りそうだということで、入れます。そうですね、一応こんな感じかなとは思うんですが、あとはなんか、普通のリフィルというか、ほうやね、ちょっと入れておきたいかなと思いますね。こちらがね、M5M6 のリフィル用に最初ポーチね作ったんですけど、M5 のリフィルが増えすぎたので、ちょっともう M5 用にしております。ここから普通のリフィルを探していこうと思います。はい、ありました。まあ、普通のリフィルといっても、これね、ラブリーフさんのリフィルなんですが、こちらシンプルな方眼と見せかけて、映るかな？これね、ラブっていう風に、このドットがなってます。ということでね、可愛いですし、紙もね、まあ、結構普通の紙っていう感じなので、どんどん使っていけるかなということで入れておきます。そしてあとは、そうやね、一応こういうところに、挟んでおける、ちょっとこう、しおり的なもの、こういうのをね、挟んでいきたいかなと思います。これがね、結構なんか便利で、これね、普通になんか、フィルム付箋を貼っただけではあるんですが、結構ね、開きやすくなります。こういう感じで。ということで、まあ、こちらを挟むのと、あとこちら、プロッターさんの下敷きのリフィル。はい、こちらもね、問題なくつけることができました。あとはこちらね、かわいいパフェのメモを、ちょっとラミネートしたもの。こちらも、ここに取り付けることによって、これ上からね、はみ出るんですよ。あ、逆やった。あ、そっか。普通にね、閉じる分には、これが表を向いて可愛いんですけど、私ね、この手帳を、左右逆にして使ってるので、あ、いちごがね、飛び出て可愛いかと思ったんですけど、これだと逆になっちゃうのか。まあ、それじゃあ、諦めて、普通に挟んどきます。よしと。そしたらね、ここに挟んでいくリフィルっていうのは、とりあえずこれで OK かなとは思うんですけど、ああ、この馬がちょっと引っかかりますね。これ穴がね、ちょっとちっちゃかったので、残念ですが外しておきましょう。さて、あとは、このペンはね、もうここに刺さってるものを使えばいいと思うんですけど、これがね、そうやね、どこに入るだろうかというのが、ちょっと今困ってるところですね。こちらはね、100均で買った手帳なんですけど、こういう風に縦型にマンスリーが並んでおります。ということで、開き方がね、縦なんですよね。こういう感じで。まあ、なので、ここに刺しちゃうと、はみ出るし、かといって、なんか横にね、なんか刺すっていうのもできないので、これをね、どうしようかなっていうところですかね。とりあえずね、なんかどうしようかなって思った結果、ここの、このディバイダーに一時的に挟むことにしました。うん、こんなもんなのかなという感じですね。多少ちょっとなんか、落ちたりとかしそうではありますが、ひとまずこれで行くとして、あとはね、これ、ちょっとしたメモに使えるように、かわいいね、メモ帳をここに挟んでおくのと、あとはね、このお化けさんたち、これもね、ここに挟んでおきましょう。そして最後にこちら、キーローワークスさんのね、このタグのキーホルダー、こちらもつけていきます。はい、ということでね、こちら完成しました。上から見るとこういう感じになってます。ということでね、ちょっとパラパラしていこうと思います。こちらキーローワークスさんの革のディバイダーをめくりますと、ハリー・ポッターのメモに穴を開けたもの、こちらを入れております。それからリーガルパッドメモ、ここにね、結構その時に思ったこととか、なんか考えたいなって思ったことを書いたりしています。それからこちら、何でも書けるようにメモを挟みました。こちらプロッターさんの下敷きリフィルです。それからこちらの方にはカフェのメモ、カフェに行った時に食べたものとか飲んだものについていろいろ書いています。時々こうやってね、なんか写真も貼ったりしてます。そしてここから欲しいものリストです。この欲しいものは手帳関係であったり、あとは文房具、それからいい加減リフィルについてとか、あと読んでいる本のリスト、そういうのも挟んでます。そしてこちらは、ここ付箋が貼ってあるリフィル。
それと子供のことと緊急連絡先、こちらのねクリアポケットにはシールを入れています。あとはねロール付箋もちょっと貼ってます。それからこちらねシール台紙のリフィル、カフェに行った時の記録を書くときによく使います。そして最後のねディバイダーに100均で買ってきたこのようなね縦型マンスリーの手帳、こちらを挟みまして、最後のポケットにはシールやメモを入れています。はい、という感じでね結構たっぷり挟んでみました。これでね持ち歩きをしていきたいと思います。はい、ということで今回はこちらね持ち歩き用の M5 手帳ジャケットを入れ替えて、そしてね中身も少しお見せしていきました。すごくね充実しているという感じではないんですけど、外でね書きたいことっていうのをちゃんと書けるような中身になっておりますので、私としてはねこちらこれからも楽しく使っていければと思っています。それではね今回はこれで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったよと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ほなまたね、バイバーイ。